はようございます、かっこいいギタリストの竹下敦です、本日はねバレンタインデーです、バレンタインデーとは、バレンタインデーの歴史はローマ帝国時代に遡ります、2月14日はね女神ユーノさんの祝日でした。女神さんの祝日だったんですね。でこれはね、元を正すとローマ帝国時代に愛する人をね故郷に残した兵士がいるとねやはり士気が下がると、そういう理由で兵士の婚姻結婚をね禁じたのが始まりなんです。まあその戦いにね勝つことでずっとこう歴史を積み重ねていく中でね、兵士がやっぱり故郷に愛する人がいると、ああ死にたくないなとかね、怖いなと思ってしまう、それを禁じたところから始まったんですね。切ない話ですね。皆さん、大切な人からチョコレートもらえるといいですね。そんな素敵な今日は日曜日、2月16日曜日ですね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。See you soon.